はい、始まりました。始まった、よかった、よかった。結構前に切れてるらしいです。動画編集して吉田に対して言うけど、セッション君で今まで撮ってたぞ。そっか、途中でこっちを蘇らせて GoPro ファイル使ってるぞ。今、宿に向かっているぞ。ちょっと待って、これ ナビ上だと、うん、この次の信号を右、右折すると、うん、右折してからの入った方がいいね、これとか。右折して、うん、ですぐ次のと道を左に左折すれば着く、うん、そうです。何も考えない方がいい、うん、見えたで入った方がいい、はい、まあ、とりあえずこれの次の信号でよろしくです。右折の次左折とかね、覚えられないからね。俺は見えた入るそれしかないから何て言うのに考えてるから。はい、でも周りの車は勝手に突っ込んでこない。待っててくれる。困ったらなんか路肩に止めればいい、うん、あったよ、はい、あったった、あそこに行く、はい本当に語彙力がならないことが分かってるから、もう1700が基本相場で見てもいいかもしれない。ここまで来るとダメかな。うん、ダメそうだよ。早く酒が飲みて。駐車場は。
俺の予想だと。24時間で書いてなかったから、でもそうなんだよな。でも1時間とも1時間とも書いてなかったよな。2時から8時だなみたいな感じで対象外ですって書いてあったけど、うん、よく見てなかった。よく見てなかったか、見えなかった。最大1800円、12時間最大。まあ分かんねえ。やっぱ吉野君の言った通り、抜けたところに駐車場いっぱいあるよ。勘だね。だからもう、はい、飯屋探すので歩くし、だったらその勢い行っちゃった方が楽そうな気がする。ここから駐車場から飯屋入ってその快活に行く流れが組めるからね。道中朝もなんか寝起きがてな、うん、運動みたいな感じで吉田走ることになんなければいいな。今回も富士箱根の時ガンダッシュだからね。吉田朝から運転したからな、箱根サーキット。そんなことさえたらそれはどんな状態でも運転できるわ。うざいよ、うざい、うざいぞお前。一回ここに突然突ってやって、あ、ダメだな、これ、これダメだね。ちょっとダメだね、よろしくない。ちっちゃい、ちょっとなんかややこしい。警察に見られたらなんかややこしい動きをしているように見えられるけど、しょうがない今。いや、なんか車の位置が悪いよね、あれは。あれはマジで。まずまずじゃない、これで行こう。でもこれ以上ないじゃん。これで遠くなると歩ききついし、しょうがないよ、1500は。何個だ、何個ぐらいだ。対応した居酒屋とかではいいのに、そしたら安くなる。もう広いからいいわ。ああ朝から出やすいわ。朝ね。普通に俺は難しくてもいいんだけどね。みんなが選ばなそうなとこにしよう。ぶつけられたくないし。もうちょっと行け、詰める。これだな。ちょっと後ろにバカが現れる。
わいそうだからさ、ちょっと開けとかないと怖いなと。ドンってくる。感覚同じだから一瞬あれ何だっけみたいな。つきまして、来た。結構頑張ったんじゃないよ、また今回。駐車券はもうなくさないようにここら辺に挟んでおく。今日なくしかねないからここら辺に置いとくことにした。吉田君はそうした。